で、こういうポップスの曲やるときには、できるだけみんな演奏してる人たちもあのニコニコしてやりましょう。あんまり怖い顔してやると、だんだん沈んでいってしまいます。当然パーカッションもね、できるだけニコニコしてニコ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 。
まいましたけど、この市民水族館というのは、あくまでも大人の人たちしか入っていけないわけではなくて、別に中学生でも高校生でも小学生でも別に一緒に入ってやってくればいいわけです。なので、決して大人の番号ということではなくて、みんなでやれる番号というためのものなので、例えば部活が終わって、もう時間が余ってしょうがないときには遊びに来てもらってもいいし、そういうための番号なのでね、ぜひこれからも遊びに来てください。で、またもしいつかね、入りたいなと思った時にはぜひ一緒にまでやれるといいなと思います。それまでぜひゴム大好きでやってくれると嬉しいので、これからも頑張ってやってください、ね。はい、今日は本当にありがとうございました。はい、ちょっと待って、右で見て、レンズ見る、左で見てレンズ見る、それじゃないと顔みんな映りません。こっちしか見えないと顔映りませんから。よろしいですか？Thank you.